はい、皆さんこんにちは。村長スタジオです。今回はメロディーソースがバージョンアップしましたので、このメロディーソースにというのをご紹介したいと思います。このソフトは無限大にメロディーを AI が自動生成してくれるというようなそんな便利なソフトウェアです。そしてバージョン2のとっても良いところは、このメロディーソースに音源が組み込まれました。ここにたくさんの楽器がこのようにありまして、ざっと100に近くあるでしょうか。ですから、今まではルーティングの知識がない人には、ちょっとスタートが難しかったんですけれども、それが簡単にできるようになったことが、一ついいところです。それと画面の下の方にありますように、このような拡張のエディタというのができまして、ここでコード進行を設定することもできるようになりました。この辺が特に便利になったところです。それでは早速、このソフトウェアの使い方を説明していきます。まずやることは、ここでキーを設定すればいいと思います。メジャーとマイナーの対になっていますので、このように G メジャーだとしたら、その対は E マイナーという風になっています。C メジャーの場合は C と A マイナーということになります。わかりやすいのでこれで説明します。スピードは3つのタイプがあります。これによってできるMIDIのフレーズも、4小節、8小節、16小節という風になっていまして、ここでメロディーをボタンを押して作ります。これで再生をしてみましょう。このようになっていますが、今はファストというのでやりましたので、これをドラッグドロップすると、このように4小節分できます。今度はスローにしてみます。メロディーがスローになった分、今度はドラッグをすると、このように16小節分がフレーズとして出来上がっています。これで大体のメロディーのスピードを決めていくことになります。今はミディアムということにしておきましょう。そしてそれをどのようにループさせるか。そしてオクターブですね。オクターブを設定することができます。そしてこのグルーブというところは、通常のものと3連符を使ったメロディー。そしてこれは跳ねるようにスイングします。スイングの度合いは、スピードによって自動で決定されます。そしてこれがシンコペーションです。シンコペーションのあるリズムになります。そしてこの一番下のボタンがレガートです。いわゆる音を伸ばしたようになります。これでどんどんメロディーを作っていくことになるんですけれども。バージョン1の時にあったクリアというボタンが、このあたりになくなっています。多分、誤動作を防ぐためだと思うんですが、それはこの上のセッティングのメニューのところで、クリアを選択することができます。このようにすると、メロディーバンクが初期の状態になりました。これで DAW を再生しながらいろいろ作っていきます。作るというのは、この9つのパッドで作れるわけですけれども、左からシンプルとコンプレックス、いわゆるちょっと複雑なタイプ、そしてオールという風に、左、中、右という並びになっていまして、上下はライト、ダーク、オールという風になっています。ですから明るい感じで複雑なフレーズにしたいときは、ここを押すということになります。そしてさらにここにエクストラというのがあります。より複雑な形にメロディを作ってくれる。そんな仕組みになっています。そしてこれは、初めからプログラムされたパターンを引っ張ってくるのではなく、その都度に AI によってメロディを生成しています。じゃあこれで、真ん中のボタンで明るく、複雑に、
そしてさらにエクストラというのを押しますと、このように右にリストされます。そしてここで再生をします。DAW のテンポの再生と同期するようになっています。はい、このように。ゆっくりしたテンポになりましたが、これをミディアムに変えます。最初に設定しても、後から変えても、今はまだ生成をしていませんので、ミディアムになります。もう一度生成ボタンを押します。このようにボタンを押すたびに、右のメロディーバンクのところに、どんどんメロディーができてきます。あ、さっきの方が良かったなと思えば、それまでに作った候補を押せばいいのです。ちょっとやってみましょう。このようにできたわけです。それではこれでもう少しやっていきます。ちょっと今度は音源を変えてみましょう。ここでピアノのような音源を選んでみます。そして今回とっても良くなったもう一つの機能に、ここにスタイルというのがあります。このスタイルを押すと、今まで私はポップスのためにこのソフトを買ったのですが、ここにポップというジャンルがありまして、スタイルフレーズで押すボタンは一つに固定されます。これで押してみましょう。はい、新しくできました。再生してみます。また押します。スタイルを変えてみます。今の楽器はとてもディレイがかかっています。このようにエフェクターも搭載しました。リバーブ、ディレイ、コーラスという風になっていますので、ここで音作りも楽しむことができます。また次のスタイルを選んでみましょう。そしてここにハーモナイザーというのがあります。
今もハーモニーで聞こえていたと思います。オフにしてみます。高いハーモニーをつけます。ミドル。ロー。した。はい、このようにハーモニーをつけることもできるようになっています。これはバージョン1の時から同じようにありました。そして画面の下にこのような複雑なパレットがあります。ここのボタンを押すことによって出たり隠れたりします。ここでコードというのがオンになっています。Am、Em、F メジャー、G メジャー、このようになっていますが、ここをこのようにすることによって、例えば G7 に変えます。そしてここの D マイナーを E マイナーに変えてみましょう。このようにしておけば、そのコードで演奏してくれます。またチェンジします。このようにして、ここをピッチ、オンとかいう風にしておくと、ピッチの変更もできるようになっています。そしてここにスワップというのがあります。いわゆる切り替えるということです。このブロックをライトにしたりダークにしたり、もしくはちょっとリズムを変えたり、そしてこのフリップというのは、フレーズの前後を反転させたりすることができるようになっています。ここをちょっとずつ変えてみたいと思います。そういう時にループのボタンを押しておくと、このブロックだけがループするようになります。フィリップを押します。ダークを押します。ライトを押します。このようにコードや若干のイメージを変えたりということもできるようになりました。そしてこのロックボタンを押しておくと、例えばここでリズムというのを押したとします。するとすべてのブロックのリズムが同じように変更になります。
とってもいいですね。まあ、私はポップスが中心ですので、このようにポップス系のものを、これからも使いたいと思ってるんですけれども、ここでスタイルを選ぶと、楽器も変わるところが面白いところですね。変わってほしくない時もあると思うんですけれども、このように押すと今度はハードピアノというのになりました。もう少し押します。そしたらこのように、ピックドキーズというのになります。今度はミュートピアノというのになりました。どんな音か聞いてみましょう。はい。今同じようなメロディーが続いたな、と感じませんでしたでしょうか。それはどうしてかというと、ここに A、A、A、C となってます。いわゆる AAC のパターンで鳴るということで、AA は同じフレーズが鳴っている、ということになります。これを押すたびに、やってみると、ここもどんどん変わります。はい、このように、よく見ててください。押すたびに、このように、今 ABAC ですが、ABCD に、今変わりました。このようにパターンが、どういう風になっているか、というのも、ここで見ることができます。そして、それを変更することもできます。変更ってどうやってやるんでしょうか。例えばこの B と C を、入れ替えるとします。入れ替えたいときは、これをシフトを押しながら、このように持ってくると、C と B が入れ替わります。もしくは今度は何も押さないで、こちらにドラッグドロップすると、C、C に変わります。いわゆるコピーされたということですね。このようにして、並べ替えることもできますが、やっぱり違ったと思った時には、ここで、アンデューが効きます。そしてここで、A、B、B、D とか、A、B、B、B とか、このようにしました時にリバートというボタンがここにあります。これを押すと元の ABCD 構成になります。最後に、このメロディーソースを自分の持っている音源で、鳴らすのには2つ方法があります。このメロディーバンクのところのプラスマーク。これをドラッグすることです。これも簡単ですが、ルーティングをやっておくとこのようにできます。例えばこのメロディーソースのルーティングは、インスペクターを見ると、ピアノ音源に送るように、このように設定されています。こちらのピアノの方は、インがメロディーソース2から入るようになっています。このようにさえしておけば、メロディーソースにミディというボタンがありますので、こうしておくと自分の好きな音源にルーティングして、鳴らすようにできます。ちょっと演奏してみましょう。はい、このようになりますね。ちょっと他の楽器に変えてみましょう。ユージャムのユーシンセに変えてみます。そうしましたら、このシンセサイザーで音が鳴ります。今、シーケンサーがオンになっていますので、こんな音の鳴り方です。はい、このメロディーソース、いろんなメロディーのアイデアになります。このプラグイン自身は、一曲分を全部、作ってしまうわけではありませんので、メロディーのヒント、というふうに考えて使う方がいいでしょう。あと言いそびれたところもあると思うんですけれども、そういう時にはマニュアルを見てください。
マニュアルはおおむね日本語で見れます。おおむねというのは、ここでマニュアルを出すんですけれども、ウェブマニュアルですので、日本語には切り替えることができます。でもこの図形のところは日本語に変換できませんので、英語を勉強するというのも一つですが、例えばこのようにマニュアル図形があります。そういう場合、この部分をスクリーンショットを撮ります。スクリーンショットが撮れました。これを OCR にかけます。このファイルというのを使います。ここで先ほどのファイルを選択します。するとこのようになりましたので、これを画像 OCR にかけます。するとこのように英語翻訳できました。そうしましたらこれをコピーしまして、そして Google の翻訳などにかければいいわけです。ここで貼り付けます。すると、メインコントロール、これらのコントロールにより、このように表示ができるわけです。パソコンの便利なツールを知っていると、英語のマニュアルなども、このようにして便利に翻訳できたりしますので、皆さんもこういうのも勉強されたら、とても役に立つと思います。今日は最新のメロディーソース2をご紹介しました。村長スタジオ、中の人でした。